マサバは、スズキメ、サバ科に分類される魚の一種、全世界の亜熱帯、温帯海域に分布する海水魚である。日本では食用魚として重要で、禁煙のゴマサバ、グルクマ等と共に、サバと総称されるが、単にサバといった場合は本種を指すことが多い。地方名として、本サバ、ヒラサバ、ヒラス、タックリ、サワなどもある。生魚は全長50センチメートルほどになる。 体は前後に細長い防水型で短い糞が前方に尖り横断面は楕円形である。角ヒレは体に対して小さい。ウロコは細かく側線ウロコ数は210から220枚ほどに達する。背面は青緑色の地にサバ類独特の黒い曲線模様が多数走り、側線より下の覆面は無地の銀白色をしている。同のゴマサバは 覆面に小黒点が散在すること、体の横断面が円形に近いことで区別できる。他にも第一背びれのトゲ上数、背びれの南上数などの相違点がある。暖流に面した全世界の亜熱帯、温帯海域に広く分布する。日本近海でも暖流に沿った海域を中心に各地に分布する。摂氏14から17度と、ゴマサバやグルクマより、ややレース音を好む。 沿岸域の表層で大群を作り遊泳する。春に北上、秋に南下という季節的な回遊を行い、1日1 0キロメートルほどの割合で移動するが、沿岸の岩礁域付近に止まる群れもある。植生は肉食性で、動物プランクトン、小魚、糖足類など小動物を捕食する。産卵期は2から8月で、 直径1.08から1.15ミ、mm、リメートルほどの分離浮き製卵を産卵する。産卵数は全長25センチメートルの個体で10万から40万、全長40センチメートルで80万から140万に達するが、卵や稚魚を保護する習性はないので、成長途中でほとんどが他の動物に捕食されてしまう。巻き網。 低地網などの沿岸漁業で多量に漁獲される。海洋に面した防波堤や船からの釣りでも漁獲される。身はやや白っぽいが赤身魚に分類され、どこさヘキサエン酸、サバ寿司、焼き魚、煮付け、唐揚げ、缶詰、サバ節など幅広い。取れたての新鮮なものは刺身でも食べられるが、痛みが早いので通常は生殖はされない。鮮度の良いものであっても、 アニサキスが寄生している可能性があるため注意する必要がある。通常は塩サバや缶詰など保存が効くように加工された上で流通することが多い。サバ料理はヒスタミン中毒と呼ばれる食中毒症状を起こすことがある。ヒスタミン中毒を防ぐには流通時の温度管理に気をつけるしかなく調理時に火を通しても防ぐことはできない。マサバの中でも 特に油の乗ったサバをトロサバと呼ぶ。また、大分県の寒サバ、神奈川県の松葉サバ、青森県八戸市の八戸前、沖サバなど各地に地域ブランドがある。日本近海の太平洋のマサバは、環境変化や乱獲の影響により、漁獲量が激減。2001年には、ピーク時の3%にまでなった。その後、給料など、 保護政策により2001年の11倍ほどに回復している。ありがとうございます。